こんにちは。今回はこちら、ケイトピエレで購入している爽やかコットンの色番が33番。こちらを使ってショール編んでいこうと思います。こちらがコットン 100%、100g 380m 入っています。かぎ針が2号から3号ですね。で、こういうのを使っていきます。で、外から糸を取り出していきます。はい、こんな感じで糸を取って、今回ちょっとゆったり6号で編んでいこうと思います。で、こういう風に糸を持って、かけて、で、ぐっと締めてから、ここから鎖編みで1、2、3っていう感じで、好みの数、鎖編みを編んでいきます。はい、こんな感じで今回は240目の鎖編みで進めていこうと思います。で、大体これぐらいかなっていう感じの長さで、この長さから決めて幅を編んでいきます。で、240目は6の倍数で決めました。そこからプラス1して、このプラス1したところから目を入れていくんですけど、ここのプラス1のところに立ち上がり3目して、この3目がプラス1したところの目になってます。入れたことになってます。で、糸をかけて、この一番最後のプラス1した、その次、240目目、ここの裏山を取って、長編み編んでいきます。で、この立ち上がり3目と長編みの間にマーカーつけて進めていきます。それで糸をかけて、次の目に長編み、1つずつ編んでいきます。糸をかけて、その次の目にも長編み。で、長編みしたら3個入れたら、鎖編み1、2、3個目。ここの裏山をずっと取っていくので、ここに細編みを1つ。で、細編み1つしたら鎖編みを3個。で、糸をかけて、この今、細編みした次のところ。ここの裏山をずっと取っていくので、裏山を取って、長編みを1つずつ、3個編んでいきます。次の目にも長編み。で、糸をかけて、次の目も長編み。で、3個長編みしたら、この次の入ってないところから数えて、1、2、3個目。ここの裏山を取って、細編みを1つ編み入れます。細編み1つしたら、鎖編みを3個。糸をかけて、次のところから1つずつ長編みを3個編んでいきます。1、2、3。こんな感じで繰り返し同じように編んでいきます。次は2つ開けて3個目。ここに細編みですね。この繰り返しを最後まで同じように編んでいきます。はい。こんな感じで最後の方まで同じように編んできて、長編み3個編んだところです。で、順番に編んでいったら、あと2つ開けてもう1つ欲しいんですけど、ここはね、この数が多すぎて、まあ、ちょっとどっかで読み間違えたのか、そういうこともあるかなと思うので、まあ、ここは調節していこうと思います。長編み3個したら、本当は2つ開けるんですけど、最後の1つ、1つ開けて最後の1つを取って、細編みで終わろうと思います。で、一番最後ここ引き抜くところで、まあ、1段ずつ柄を同じ柄なんですけど、色を変えていこうと思います。こちらがダイソーで購入しているリサイクルコットンヤン、段染め。まあ若干ね、こちらの方が太いと思うんですよ。なんですけど、まあ同じ号数でこのまま進めていこうと思います。1段ずつ変えていきます。こちらがメイン 100%、25g、60m 入っています。かぎ針が4号ですね。で、こういうのを使っていきます。これを糸を取り出していきます。こんな感じで糸を取り出して、で、こちらの糸は10センチぐらい糸を残してカット。まあ、もうちょっと長めにしようかなと思うんですけど、長めにカットして切り離しておきます。で、最後のこの引き抜きのところで、また10センチぐらい、ちょっといつもより長めに置いて、で、押さえ直して糸をかけて引き抜きで、この色を変えました。で、ここで1回だけこの2本、今まで編んだ糸と2本、1回だけ巻き込んで、鎖編みを1、2、3で進めていきます。で、編み地を向こう側に倒して、今一番最後細編みしたところ、ここに糸をかけて、同じところに長編みを3個入れていきます。2、3。まあ、結構太いかな、糸が。で、鎖編み3個とこの長編み3個の間、ここにまたマーカーつけて進めていきます。まあね、取れないようにするために、まあこの中を目を取っていきたいんですけど、
が取れないようにこの頭に置いといてもいいですよね。これで進めていきます。で次はこの穴のところ、ここに針を入れて細編みを1つ、細編み1つしたら鎖編みを3個、3個したらこの同じところに長編みを3個、1、2、3、3個したら次のこの大きく開いた穴のところ、ここに針を入れて細編みを1つ、細編み1つしたら鎖編みを3個、糸をかけて同じところに長編みを3個、1、2、3、こんな感じで最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでまた最後の方まで同じように編んできて、で一番最後はこの長編み3個と鎖編み立ち上がり3個の間、マーカーを入れているところに細編みで割ります。で3個したらここの最後のところに細編みで、この引き抜くところでまたこのオレンジベージュ、これを入れていきます。でまた10センチぐらい残して、さっきと同じようにつなげて編んでいきます。ここでこう引き抜いて色を変えました。まあ、だいぶ糸の太さ違いますね。これでこういう風に巻き込んで、ちょっと多めにこう伸ばして、でこの色で編んでいきます。で鎖編みまた1、立ち上がり3して、まあ、この色はここで10センチぐらい残してカットして、1、2、3したらまた裏返しにして、一番最後編んだここのところに糸をかけて長編みを3個編み入れます。同じところに1、2、3で3個したらまた立ち上がり3個とこの間にマーカーつけて進めていくっていう形で、でまたこの穴のところがあるので穴のところに針を入れて細編みで鎖編みを3、糸をかけてこの穴の中に長編みを3個、1、2、3、こんな感じに進めていこうと思います。でいつもと同じように最初と最後のところちょっとね編み加減が違ってくるので、こちらからまた反対側に進んでいこうと思うんですよ。一応ねその辺もお伝えしていこうかなと思うんですけど、ここちょっと外れないようにしてマーカーつけておくんですけど、まあこれは表を見ているので、往復編みで編んでいるので、こういうふうに裏を見て、でこの根元のところに細編みで始めていこうと思います。これで、でこちらの糸を取って、でこちら側も順番に交互にこう色を入れて進めていこうと思います。10センチぐらいまた糸を残しておいて、でここで引き出してきて立ち上がり1つ、これでこういう風に1回だけ巻き込んで同じところに細編みを1つ、1つしたら鎖編みを3個して、で糸をかけて、まあ、同じところに、まあ、このまんまここの目のところにこういう風に取れるところを取って、長編みを同じところに3個入れようと思います。1、2、3で3個したらここの穴のところ、ここを2つ飛ばしてると思うんですけど、ここに針を入れて細編みを1つ、細編みを1つしたら鎖編みを3個、糸をかけて長編みを同じところに3個、2個目3個目で3個したらまたここの2つ開けたところに入れたもので、ここで細編み1つ、こんな感じでこちらからも進めていけることができるので、こういう風にこちらから何段編みましたっていう感じで、まあ、全部で何段編んだかっていうのをお伝えしていこうと思います。一応これが真ん中っていうことでちょっと印をつけていこうと思います。はい、こんな感じでここが真ん中っていうことでマーカーつけて進めていこうと思います。でこちら側何段、こちら側何段っていう感じでお伝えしていこうと思います。まあ、こちら編む時もこの次の段はこの色で編んでいきますね。交互にずっと色を変えながら編んでいきます。はい、こんな感じで編んできました。でここは一番最初のところで、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、
14、15、16、17段この往復編みで、で1段ずつ色を変えて編んできました。で反対側は1、2編んでますね。でここで終わりにしようかなと思っていて、この何て言うかな、長さに対して幅がこれぐらいかなっていうところで、そんなにも長くないんですけど、この1周こうやって首の周りに巻けるかなっていう感じで終わろうと思います。でここで、この両端がちょっと気になるので、細編みかなんか入れていこうかなと思ってるんですけど、この糸始末を全部してから仕上げていこうと思います。これを色別で、編み地を崩さないようにして、でこの糸がある限りこの糸始末をしていこうと思うんですけど、だいぶね糸が出てるのでかなり時間かかると思うんですけど、同じ色のところに返し返しで糸始末をしていきます。はい、こんな感じで大量にあった糸始末を両側仕上げてきました。で表裏両方使えるので、表も裏もこう使えるように、こう編み地を崩さないようにして糸始末したので、大量にあったしかなり時間かかったんですけど、これで完成しようかなと思ったんですけど、ちょっとね両端、気になるなって思うので、ここで細編みか中長編みか長編みか何か目を入れていこうかなと思っています。で、ちょっとねこういう風になっているので、両端は細編みで、でこの辺で中長編みを編んでいこうと思っています。で、6号のまま編んでいきますね。で今まで編んだ糸1本ずつ編んでたんですけど、2本揃えて編んでいこうと思います。どっちが裏でも表でもないので、ここのこの一番端の手前のこの糸をちょっとすくって、2本かかっているとこ取って、で、ちょっとずつかけて始めていこうと思います。2本2本取って 10cm ぐらい糸を残して、でここで細編みで始めていきます。立ち上がりを1つして、一回ここで糸を巻き込んで、で同じ目から細編みを1つ編んで、で次のところからここの、こういうところをすっきりさせたいので、ここに糸をかけて中長編み1つずつ、そうですね、この間が3個ぐらい入るかなと思うので、2個糸をかけて3、ちょっとね両端はこう膨らむかもしれないんですけど、これで糸をかけて、こういうところは取らずにこの穴のところを全部取っていきます。3本一度に引き抜き、糸をかけて3本一度に引き抜き、3個ずつ入れていこうと思います。糸をかけて3本一度に引き抜き、糸をかけてこの穴のところにこういうふうに同じように3本ずつ中長編みを入れていきます。最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできたら、一番最後はここで細編みをして終わろうと思います。細編み、そしたらこのまんまで10センチぐらい糸を残してカットして、でスッと抜いて、いつも鎖編みするんですけど、このままこう自然な状態で糸始末した方が自然に終われるかなと思うので、今回はこういう風に引き抜いて、で針に糸を通して糸始末をしていきます。針に糸を通して、どうやったら自然に割れるかなって思って、でもね最初のところ結構ポコってしてるので、こういう感じに仕上げたいので、こういう感じで終わるように、ここに針を落としたら同じように割れるかなと思うので、ここに落として、であとは裏表どちらでもないので、この糸始末しやすい方に返し返して糸始末していきます。こんな感じで何回か返し返しで、糸がこの内側に持っていくようにして、この内側で糸端がなるように、でこれでギリギリでカットします。で反対側も同じように糸始末して、でこちら側反対側も同じように中長編み編んでいきたいので、同じ表を見て同じ面を見て進めていきます。ここから、ここもねちょっと2本ぐらいすくって、向こう側も2本ぐらいすくって、ここでまた同じように細編みを取っていって、最後はここで終わります。
同じように糸始末をして完成させていきます。はい、こんな感じでもう片方も同じようにして仕上げてきました。この引き揃えもすごく可愛かったかなと思います。最初からこの引き揃えでこの同じ編み方でしても可愛かったかなと思ったんですけど、今回はこの細い糸で一段ずつ色を変えて編んでみました。一段ずつ編むとこんな感じで、これはこれでまた可愛いですよね。こっちはこうポコッとした感じに見えてて、ページがで、糸がどれぐらい使ったかというと、こちらの100均の糸が、これ3玉目なんですけど、ちょっと芯が見えていて、だから2玉半ぐらいは使ったかなっていう感じです。で、もう一つも同じぐらいの糸の量を使ったので、こちらはねどれぐらいって伝えにくいんですけど、同じぐらいの長さを使ってます。両方ね同じ色で終わってるんで、ちょっとね多めには使ってると思うんですけどね。そういうところで何か参考にしてみてください。で、サイズをねあらかじめ測っておきました。大体この長さが何点か測って94センチぐらい、でこの幅も何点か測って大体21センチぐらいになっています。何か参考にしてみてください。大きさ的にはそんなにないんですけど、結構ね細い糸でしたので、だいぶね時間としてはかかったんですけど、こうさらっとねこう肩からかけて使うとか、2周回らないんですけど、首の周りに1周をさらっとかけて使う感じになっています。T シャツの上からね、このちょっと首周り寒い時にさらっと使って、だいぶね個性的な感じで作れたと思うんで、めっちゃ可愛くなりました。これも、ね、いろんな組み合わせでだいぶ雰囲気も変わると思うので、単色と単色でも可愛くなると思うので、今回は単色と段染みなんですけど、いろんな組み合わせで編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。